手作業で製作された花瓶。先盤の芯棒についているのがマンドレルであり、花瓶の使用部となる。隣は抜いたもの。手前は台座のマンドレル。製品の後ろに見えるのが鉄板を押すのに使われるヘラ棒。ヘラ絞りは平面上あるいは円筒状の金属板を回転させながらヘラと呼ばれる棒を押し当てて少しずつ変形させる蘇生加工の手法である。 絞りスピニング加工、ヘラ押しとも呼ばれる。板状素材を回転させながら加工するスピニング加工の一種であり、板厚を一定にしながら変形させる絞り加工の一種でもある。プレス加工ではお姿と目型を必要とするのに対し、お姿のみで加工を行うことができ、多品種少量生産に適している。作業者の熟練度によっては、プレス加工よりも、 高い厚み精度を実現することができる。一方で、雑屈や破断が発生しやすいため難易度の高い加工法である。素材をマンドレルと呼ばれる型の先端に取り付け、1分間あたり数回転から3500回転で回転させる。型は金属製あるいは木製であり、完成品の開口部が狭い場合には割り型が用いられる。 回転する板にヘラあるいはローラーを押し付け、回転中心から外側へ向かって、型に沿うように少しずつ変形させる。ヘラは材質として工具工が用いられ先端部には焼き入れが施されている。素材とヘラとの接点は、クリーストで潤滑させる。表裏から2つのヘラを当てることもある。板厚が大きい場合、あるいは森ブデンやチタンなどなんか工素材を加工する。 場合には板を加熱しながら加工することもある。加工可能な板厚は、ステンレスコーで 3mm 以下、アルミニウムで 6mm 以下である。大きく変形させるためには、複数回にわたって少しずつ変形させる必要がある。必要に応じて、焼きなましが施される。回転体の加工に適しており、鍋、やかん、鈴、ボシなどの加工に用いられてきた。 量産性の高いプレス加工にとって変わられた分野も多いが、航空機のノーズコーン、宇宙ロケットのペイロードフェアリング、パラボラアンテナなどの大型製品、少量生産製品、高精度製品の加工には依然として用いられる。ヘラに伝わる感触で素材の変形状態を確認し、ヘラに加える力を加減しながら加工する必要がある。 ことから機械化は難しく、もっぱら熟練工の人力によって加工が行われる。大型製品の加工においては5から6名の熟練工が力を合わせてヘラを操作することもある。製品や熟練度によっては型を持ちずに加工することも可能である。一部では機械化も進められているが、加工条件の設定などにおいて熟練工の存在は不可欠である。ありがとうございます。